平和な社会の実現は人類共通の願いです。堺市はこれまで第二次世界大戦中1945年7月10日の堺大空襲など3度の壊滅的な打撃を受けました。しかしその度に人々の努力により復興を果たしてきました。1399年の応援の乱から堺大空襲までの焦土層がそれを物語っています。これは防空壕と呼ばれるもので、空襲の時に避難するために作った穴です。このような狭くて暗い場所に避難していました。これは広島に原爆が投下され被爆したお弁当箱です。お弁当の中身は焼け焦げて真っ黒になりました。原爆の恐ろしさを物語っています。堺大空襲で焼け野原になった市街地です。現在と比較することで多くの人たちが復興に力を尽くしてきたことがわかります。今の堺があるのは昔の人たちの努力のおかげです。また堺大空襲を映像で再現したジオラマファンタビューなどの展示やDVD の貸し出しもしています。ぜひ当館へお越しください。堺市人権推進課では堺大空襲の語り部ボランティアピースメッセンジャーを紹介し、市民の皆さんに戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えています。また堺大空襲に関する証言を集めた DVD など平和や人権に関する DVD の貸し出しも行っています。ご利用を希望される方は人権推進課までご連絡ください。戦争は最大の人権侵害です。堺市はこれからも全ての人が安心して平和に暮らせる社会の実現を目指し、平和の大切さを発信し続けます。みんなで誰一人取り残さない平和な社会を目指しましょう。